富山県中新川郡立山町に本社を構える神話製作所は1967年に創業。機械部品、ジグ、精密部品、大物部品など幅広い加工を行い、設計から製作、組み立てまでワンストップでの多品種少量生産を強みとする業界のフロントランナー企業。創業当初、研磨事業のみを行っていた神話製作所は、プライス板、マシニングセンター、御免加工機などの設備を導入して技術を磨き、設計から製作組み立てまで事業領域を拡大しました。最近では DMG 森製機の5軸加工機を導入して、三軸加工では難しかった新しい産業分野の加工にも取り組み、5軸加工を活用して単納機高品質の製品を提供しています。神話製作所はどのような加工に最新鋭の5軸加工機を活用して成果を出しているのでしょうか。フロントランナーの秘密に迫ります。神話製作所では時代の変化に柔軟に対応するために新たな技術を取り入れることが不可欠であるという考えのもと、 DMG 森製機の5軸加工機を導入。これまで三軸で行っていた多面加工を五軸加工で行うことで3つの成果を得られたといいます。1つ目は工程集約。ワンチャッキングで多面加工ができるため段取り替え時間が短縮しました。2つ目は精度の向上。段取り替えが不要となることで取り付け誤差がなくなり加工精度が向上しました。3つ目は加工コストの削減。使用するジグや工具の削減により生産コストを抑えることができました。さらに五軸加工機を活用することで最先端技術を蓄積できるようになり、新たな受注の獲得にもつながったのです。今世界中では技術革新が進み、多種多様な製品が生まれています。新たな技術の獲得を模索する中、DMG 森製機のドイツ視察ツアーに参加し、五軸加工機活用の事例やメリットを実際に体感することでその必要性を痛感しました。現在 DMU50 サードジェネレーションを2台導入していますが、工程集約が実現したのは大きなメリットです。五軸加工機の導入直後はプログラミングの考え方の違いや干渉の避け方などの面で様々な苦労がありました。しかし DMG 森製機の五軸加工機に搭載されている対話型プログラミングは誰でも簡単に操作ができるため、機械操作や五軸加工に対応したプログラミング方法の習得にも活用できました。また干渉回避のために工具を利用するなど、現在では五軸加工機を有効に活用し、その凄さを実感しています。これまでに培った五軸加工のノウハウを生かし、工作機械部品など大型ワークの工程集約も進めていきたいと考えています。また、10年後の当たり前を作るを目標に、IoT や自動化システムの導入による夜間無人運転を実現して完全自動化を目指します。さらなる加工効率の改善に取り組み、今後はさらに技術革新を加速させていきたいです。真心を尽くした製品を提供するを理念に掲げ、お客様とのつながりを大切にし、真摯な姿勢で社員一人一人の高い技術を追求していく神話製作所。そんなフロントランナーの挑戦はこれからも続きます。